どうも、愛知です。今回2つあるんですけど、まず1個目が、定期テストの勉強と受験勉強どっち優先したらいいっていう、まあ、質問相談と、もう1個が内職についてっていうところについて話していきますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、まず、定期テストの勉強と受験勉強っていう話からいきますね。で、結論から言うと、高校生だったら、科目によっては別にしなくてもいいんじゃないって思ってるんですけど、今回相談くれたの中学生だったんですよ。中3の女の子で。で、中学生のうちは自分はさせます、勉強。そう。で、その子もメールに書いてあったんですよ。で、それほんと納得するとこなんだけど、国語と英語なんだよね。定期テストでネックなのって。なんでかっていうと、国語と英語って教科書の本文から結構出されますよね、定期テスト。もちろん3年生になると、なんか教科書のやつはどこ行ったみたいな感じで、どっかの模試から持ってきたよ、本文みたいな先生もいらっしゃるんだけど、でやっぱ教科書の勉強だと、教科書の覚えたってか、そこの勉強したって受験関係ないじゃんみたいな風に思うんですよね。英語も、プログラム6から9まで出るぞみたいな、本文からみたいな、ワークやっとけみたいな、いやもう本文覚えたってしゃあないやみたいなになるんですよ。でそれはね、すげえわかるんですけど、でも自分はね、もちろん教科書はちょっとなと思うけど、でも今勉強してること、定期テストのために勉強してることは、そのまま受験勉強になるはずなの。中学生はもちろん私立が志望で理社がないとか、国数英勝負で理社やりたくないっていう方の気持ちもわかるけど、でも中学校の理社は高校に繋がってるからさ、だからあんまり軽視しなくていいかなと。もちろんもう受験直前ですと、もう2週間前3週間前ですって、やりたいこといっぱいあるんですって言うんだったらまた話は別なんですけど、今これ撮ってるの10月なので、まあ、この時期であれば、しっかりやってほしいなってのが本心です。で、高校受験はやっぱり通知表が関わる方、内申点としてね、関わる方の方が多いと思います。まあ、全国全部把握してないんでわからないですけど、で、副教科、美術とか家庭科とか技術とか、まあ、あの辺ですよね。あの辺も定期テストの結果、もちろん実技も入りますけど、定期テストの結果ってかなり内心に響くんですよ。通知表に関係する。だから、そこをね、いや、受験体育ねえしって思うかもしんないけど、やっぱりそこで内申点取って、で、その受験本番の加点にされる、まあね、プラスになってほしいから、やっぱり定期テストは手を抜かないでやってほしいなと思います。なんかね、いろんな子、自分自身もそうでしたけど、いろんな子見てきて、やっぱり、なんだろう、ちゃんと取ってる子というか、レベル高いとこ目指してることも前提ですけど、取ってる子ほどやるんだよね、定期テスト勉強ちゃんと。副教科もしっかり。で、それはなんでかっていうと、もちろんその子に話を聞いたときに、いや、もっと受験勉強やりたいんですけど、って。でも、定期テストのところ手抜いちゃうと、なんか、自分の気持ち的に嫌なんです、みたいな話をする子が多くて、でもそれすごくわかります。この後の内職の話にもちょっと繋がるんですけど、自分の。そう。で、ただ、高校生の場合、通知表あんまり関係ねえって方多いと思うんですよ。入試の、ね、使う入試によると思うんですけど。で、関係なくて、本番使わねえと。私は化学使わないんだけどね、みたいな。そう、世界史使わないよ、みたいな。そう、でも定期テストある場合は赤点だけ逃れよう、みたいな感じでよく言いますね。自分はそのスタイルでやってましたけど、まあ、ひとまず、まあ、30点かな。学校にしようって違うかもしれないけど、そこだけは死守しようぜ、みたいな感じのスタンスでいいかなと思います。なので、まあ、今回はね、中学生の子から相談を受けたので、結論から言えば、個人的な思いとしては、そこも含めて受験勉強、それも含めて計画を入れてやってほしい。全部きっちりって言うとちょっとね、重くなるかもしれないですけど、そこもきっちりやった方が自分の自信にもなるんじゃないかなと思っております。ただ、絶対しろってわけではないので、私はやらないって言うんだったらそれでも OK です。で、次に内職ですね。内職っていう言葉をピンとこない方がいるかもしれないので、一応説明すると、まあ、一般的に授業中に授業を聞かないで違う勉強をすることをよく内職するって言い方をするんですけど、で、内職ってした方がいいですかとか、していいですか、どういう風にしたらいいですか、内職の効率的な仕方はとかいろいろ聞かれるんですけど、ですね、自分ですね、内職進めないんですよ。はい。内職しない方が良くないって思ってる人間です。はい。綺麗事を言うとね、で、これももちろん時期によります。特に大学受験の方、大学受験の方が圧倒的にハードルが高いので、高校受験よりもね。だから、やっぱ近づいてきた時、センター前とかさ、その時に使わない科目の勉強中は、やってもいいかなと思います。自分もちょっとやってましたけど、でもちょっとなんですよ。
で、これはなんでかっていうと、自分が、俺がね、すげえ真面目だったからとかそういうんじゃないの。真面目じゃないし別に。何かって言うと、俺ただのビビリだったからの。内職しなかった理由は。これね、ぜひ当てはまる方いると思うんで、ちょっと話聞いてほしいんですけど、あのね、内職ってもちろん授業中に授業受けなきゃいけないのに違うことをやってるんだよね。あ、一般的に言ったらちょっと良くないことをしてるっていうスタンスになります。自分の気持ちとしてもなる方の方が多いと思います。もちろんなんない方もいると思うね。そこはね、いやこんな授業受けてらんねえよみたいな、ね、授業もあるからさ。ただそうね、例えばやっちゃいけないことをやってる気がするって思っちゃう方は絶対内職しない方がいいです。なんでかっていうと、やってるじゃないですか、なんかやってて、でバレたらどうしようとか怒られたらどうしようってどっかで思いながら勉強しちゃって絶対集中できてないんですよ、それで。自分がそのパターンだったの。もちろん怒られたら絶対怖い先生の前ではやらないし、そんなんね、そんな危ない橋渡んないけど、でもその怒らないんだけどちょっとチクチク言う先生っていますよね。別にバレてもいいんだけどでもなんか言われるみたいな。全然ね、内職していいぞっていう先生もいるんだよ。使えないやつやってていいぞ、別に大丈夫だぞみたいな。もうその時はやるよ。それは先生の気遣いだから、もう全然 OK、 やっとるわみたいな思うんだけど、でもバレたらとかちょっとこう気にするところがある場合は絶対やらない方がいいです。非効率、それに関しては、効率が悪すぎるので。だからみんなの性格によります。一人一人の性格にもよるから、自分の、まあ自分は何だろう、見比べてじゃないな、自分のことを考えた時にそれでもやって効率的ならやったらいいと思う。プラスになると思うんですけど、だからそこは、自分のタイプによって分けたらいいかなと。自分みたいな同じタイプの方もいらっしゃると思うので、そう、その場合やんない方がいいですね。で、特に中学生に、また分けますけど、今は高校生の話ね、一応ね。中学生は、内職やめましょう。なぜかっていうと、さっきと同じで、内申点が受験に関わるんですよね。で、授業態度は、みんなが思ってる以上に内申点響いてるんですよ。で、前どっかで動画撮りましたけど、よく通知表でさ、横に、AB が多いかな、ABC のさ、A、A、B、B で4みたいな、書いてある通知表多いと思うんですけど、あの一つの、多分一番下かな、大体。一番下が、関心意欲態度っていうのが必ず1科目に1個設定されてます。関心意欲態度。全部ね、副教科も含めて。で、あそこは授業態度です。授業態度、提出物。主にね、他にも入りますけど、要素として。テストの点数は関わらないので、関心意欲態度にほぼほぼ。だから、あそこで、例えば A で取ってれば5だったのにとか、A 取ってれば4だった、A 取ってれば3だったっていうのに、そこで B とか C をつけてしまったから下がるっていう。もちろん内職してるぐらいで C はつかないと思いますけど、ぺちゃくちゃ喋ったり寝てなければね。でもそこで B くらうの非常にもったいないので、そう、だから、もちろん先生によってね、OK そうだったらいいよとは思います。内職絶対やるなとは思ってないので、そう。ただ、やるんだったら、効率がいい、効率がいいのは自分の気持ち的にね、やってプラスになってる内職をしてください。とは思います。はい、それが自分の気持ちですね。ただこれは内職については特にやる方はやると思うので、はぁ、うっせぇよってね、思うかもしんないですけど、別にやるなとは言ってないので。ただ俺はビビリだったんでできなかったって、やっても意味ねえなと思ったんで、だってやってんのにさ、頭残ってないんだもん。気にしてるから。ノートも取んなきゃとかちょっと思ってるしね。そう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 。っていうタイプでした。はい。なので、今回に関しては、ひとまず、テスト勉強の話、テスト勉強っていうか、定期テストの勉強と受験勉強の話っていうところと、内職の話をさせてもらいました。ちょっとでもね、参考になったら嬉しいです。はい、では今回はね、ここで、この辺で終わりたいと思います。以上です。よいしょ。最後までご視聴いただきありがとうございました。受験勉強って自分と向き合うすごくいい期間でもあります。なので、こういうのが得意とか、こういうの私ダメっていうのをいろいろ見つけられると思うので、辛い時もあると思うんですけど、ぜひね、自分と向き合って、自分の、自分に合ったね、受験勉強の仕方を見つけてもらえたらと思います。